ドモーション TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ダッキーとバニーがアンティークショップからティニーというおもちゃを連れてきてくれました。いや見てください、皆さん、これがティニーっていうねおもちゃなんですけども、なんかいろんな楽器がついてて可愛らしいですよね。いやこの子は何だろう、ちょっとスマイリーロックさんに聞いてみましょう。スマイリーロックさん、このおもちゃはどういう特徴があるおもちゃなんですか？ああ、ティニーはとっても音楽が大好きなおもちゃじゃよ。それにとっても優しくて怖がりなところもありますね。なんか臆病っていうのがなんかステンチーっぽくてなんかいいですね。可愛らしいですよね。いやーそうかそうか。でもティニーが新しく家族になってくれたので本当に嬉しい。おー、ビデオメッセージだ。ちょっと皆さんビデオメッセージ見てみますね。ベンソン、ベンソン、ジョンソン、ジョンソン、俺たち最強。おい、シュンズ TV、相談がある。私たちはもう心を入れ替えた。いい心になった。だからシュンズ TV と仲良くしたいと思う。私たちをシュンズ TV に迎え入れてくれないか。どうだ。マジで？ちょっと待ってくださいよ。ベンソンとジョンソンがいい心になったって、ちょっとこれ信用していいんですかね？あ、そうだ。ちょっと他のおもちゃたちと相談してみないとダメですね。ちなみにスマイリーロックさんはあの言葉本当だと思いますか？わしの予想はおそらくフェイクじゃな。ベンソンとジョンソンのことをティニーが怖がってたので、いい心になってないと思いますよ。そうですよね。ポリスステンチにもちょっと聞いてみましょう。ポリスステンチ、ベンソンとジョンソンはあれ本当のこと言ってると思いますか？ティニーを仲間にした瞬間にベンソンとジョンソンが言い始めました。つまりティニーにアンティークショップの秘密を漏らされるのが怖くてそう言ってるんだと思います。そうですよね。そうかそうか。じゃあやっぱりベンソンとジョ…あー、ビデオメッセージ、ビデオメッセージ、ちょっと見てみましょう。さあ、私たちを仲間として受け入れる準備ができたか。今から私たちはシュンズ TV の家に行く。みんなで迎え入れるのだ。マジで？ちょっと待ってくださいよ。皆さん、こういう時どうしたらいいんですかね？ベンソンとジョンソンはいい心になったって言ってるんですよ。でも信じていいんですかね？一応スマイリーロックさんとポリスステンチーは信じない方がいいみたいな感じなんですけども、これでもし本当にいい心になってたらめちゃめちゃかわいそうじゃないですか。ちょっと一回おもちゃたち全員で話し合いをしたいと思います。皆さん、おもちゃたちと話し合いをしました。やはりほとんどのおもちゃが仲間にしない方がいい、きっといい心になってないと言ってました。でも一部のおもちゃ、ウッディとかバズとかボーが信じてあげてもいいんじゃないかって言ってました。あとギャビーギャビーもそうですね、あの信じてあげてもいい派でした。リーダーのウッディが言っているということもあって、ここは信じようと思います。なのでベンソンとジョンソンを仲間に加え、チャイムの音が鳴りました。ちょっとカメラを回して出てみたいと思います。いやー皆さん、玄関の前まで来ましたよ。ベンソンとジョンソン本当に来たんですかね？うわ、マジか。まあでもとりあえず開けてみたいと思います。ベンソンとジョンソン本当に来た。ちょっと、とりあえず中に入りましょう。ちょっと待った、おい、やめろ。どうだよ、大変だ。いやー皆さん、
ベンソンとジョンソンが本当にいましたよ、玄関のところに。そしてとりあえず噛まれたりとかはしてないんですけども、本当にいい心になったんですかね。当たり前だ、私たちはもういい心なのだ。みんなで仲良くしようじゃないか。いや、とりあえず仲間になりましょう。でもちょっとでも悪いことしようとしたり、他のおもちゃを傷つけるようなことしたら、それはまたアンティークショップに行くことになるからね。そんなことは分かってる、安心しろ。あ、そうだ、聞きたいんだけど、ロッツォはどうなったの？ロッツォは？ロッツォとは仲が悪くなった。私たちはロッツォと今は敵同士だ。え、そうなんだ。じゃあロッツォとはもう二人は仲が悪いってことなんですね。おい、ベンソンとジョンソン。ポリスステンチ、ポリスステンチ、どうしたんですか？いいか、ベンソンとジョンソン、少しでも悪いことしたら、私たち警察官が逮捕しますよ。シュンズ TV の警察署のメンバーはとても優秀ですからね。そんなことは分かっているさ、ポリスステンチ。いずれお前らは私たちにひれ伏す、じゃなくて、みんなで仲良くなることになるだろう。なんか怪しいですね。いや、本当にベンソンとジョンソンがみんな来ましたので、仲良くしましょうね。ベンソンとジョンソン曰くいい心になったそうなので、だからベンソンとジョンソンをよろしくお願いしますね。あ、そうだ、皆さん、ベンソンとジョンソンの質問コーナーをちょっとやりましょうよ。ベンソンとジョンソンに質問がある方はぜひコメント欄に書いてください。そして視聴者の皆さんがいい心になったかどうかをぜひ判断してください。私一人じゃとてもじゃないけど決められないので、なのでベンソンとジョンソンに質問がある人はぜひ書いてくださいね。ベンソンとジョンソン。ああ、望むところだ。私たちが何でも答えてやろう。いや、それにしてもベンソンとジョンソン、本当に悪いことしないようにお願いしますね。大丈夫だ、私がおもちゃたちを噛みついてやるから。噛みつくって冗談だ、今のは冗談だ。冗談が怖いですよ、本当に。あ、なので皆さん、突然ベンソンとジョンソンの質問コーナーに切り替わりますので、ぜひコメント欄に書いてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。あ、皆さん、とても大変なことになった。ベンソンとジョンソンが本当にいい心になったかどうか、警察署のメンバーで話し合いたいと思います。私の質問コーナーの時間です。チャッターフォンに質問です。一番仲いいおもちゃは誰ですか？ああ、私は一人でいるのが大好きなんです。なのでよく一人でいるんですが、警察署に任命されてからは警察署の仲間たちと仲良くなりました。警察署に入れてくれて私はとても感謝しています。チャッターフォンをスマホに改造してください。ああ、とてもユニークな発想ですね。私をスマホに改造するとどうなるんでしょう。私は想像がつきません。おっと、交代の時間だ。皆さん、ベンソンとジョンソンのことは私が見張ります。悪いことさせないように何とかしますので、ポリスステンチの質問コーナー、ポリスステンチに質問です。新しい仲間、ビッグベビーにしてください。ああ、確かにそうですね。ビッグベビーの存在を忘れていました。サニーサイド保育園にいるとっても強いおもちゃですからね。ロッツォに悪い心にされたらとっても大変です。それにベンソンとジョンソンの話が本当だとすれば、ロッツォはすぐに新しい仲間を加えることでしょう。皆さん、
ベンソンとジョンソンの質問をコメント欄に書いてくださいね。それではまた必ず見てくださいね。あばよー。